エントランスオブザフォレストのおしゃべりオブザフォレスト。最後はベクちゃんが笑うか俺らが笑うかって。いやなヤクルト怖いわ。皆様いかがお過ごしでしょうか。エントランスオブザフォレストでございます。阿部でございます。高木でございます。本日ですね、ご紹介するエフェクターはこちら、サンフィッシュオーディオムーンビームでございます。俗に言うクリーンブースターでございます。はい、これ前もご紹介したんですけど、リコリスって言ったの、ヒガンバラのエフェクター、現代版進化系ケンタクローンみたいなやつの同じメーカーの、クリーンブースターでして、僕はちょっとボードに入れて、ソロでオンにしてるブースターなんですけども、サンフィッシュオーディオって、あの時も言ったかもしれないですけど、なんか飛び道具系の空間系があったりとか、リコリスだけがすげえクローズアップされるんですけど、いろんなエフェクターあって、で、これもあんまかぶったん見たことないんかな。ああ、他の人が使ってる。そうそうそう。で、もともと、ブースター探してて、クリーンブースター、ナチュラル系の。で、このサイズ感、ちっこいサイズのやつが欲しくて、で、エキゾチックのほら、2個出たやん。白いやつと、クリーンブースター。何やったっけ名前。スーパーなんちゃらと、忘れたな。あれにしようかな思ったりとか、あと、TC のスパークルブース。なんか、だけ白い兄弟の。とかも探してて、で、どうしようかな、どうしようかな、思ったときに、たまたまリコリスを買うときに、あ、ここにもあんねや、このサイズのブースター思って。で、なんか、多分、メーカーの人が自分で弾いてんのを聞いて、あ、めちゃめちゃナチュラルやな、思って。で、めっちゃ安いんですよ、これ。1万5000円くらいやって。あ、そう、安いな。もう、あかんかってもええわ、思って。ついでに行こうたれ、思って。ついでポチしたら、めちゃめちゃ良かったから、使ってんぞという品物でございます。はい。で、至ってシンプルでして、これも。もう、つまみだけ。で、2時ぐらいから行くと、歪むって、説明書にも書いてるんですけど、ほぼ、11時から12時ぐらいしか使ってなくて。で、この、後でまた上からの映像で説明するんですけど、メインのダイヤル。これがボリュームで、その横にこう、キャラつまみ。キャラスイッチじゃなくて、キャラつまみっていう、なんかキャラを足していけるつまみがあって。で、一応この中に、なんかね、普通のこうピンスイッチとかディップスイッチじゃないんですけど、こうカバーを外して付け替えてっていうので、ノーマルと、モアっていう、よりキャラ立ちするモードに変えるっていうのがですね、選べて、で、それの加減を、つまみで足していける。基本キャラ系ってこう、スイッチオンオフが多いんですけど、そのキャラに向かってこう、いる分だけ付けるっていうのも、なんか、それもなかなか面白い感じで、はい。で、ちょっとまた上からの映像で。ご覧いただくんですが、で今回ですね、ちょっと AC アダプター不在のため、今回も我々大好きなIKEAのアルカリ電池でお送りしております。はい。でこれが普通のオンオフと、これがレベルですね。これさっき言った12時ぐらいまで行くことほぼなくて、この辺で使ってます。でこれがその、モードつまみ足していけるやつになってます。で裏側ですね。ここにノーマルとモアって書いてるんですけど、これね、どうなるかと言いますと、ちょっと手ではなかなか外れにくいんで、マイナスドライバーで、ね、片手じゃ無理か。こう、今こっちにいてるときはノーマルモードなんですけど、これをですね、こう、よいしょとカバーを外して、こっちに付け替えると、多分中で接点が当たって、こっちを血栓するか、こっちを血栓するかっていう感じで変えれるやつになってます。で、これまたノーマルに戻すんであれば、マイナスライブとこのへこみをですね、キュンと押していただいて、ね、こっちにまたはめると、こっちのノーマルモードになるっていう感じですね。まずちょっとノーマルモードの方で音出していきたいと思います。あらららら。いや、こっちは。サンプルの音、そういうことなんだな。はい。で、今、クリーン。こんな感じでございます。はい。で、これ今、ゼロになってまして、これオンにすると。
チュラル、うん、いいね。ほんまに僕ボードの中でブースターって後段につないでるんで、うん、手前で歪んだやつのレベルをそのまま持ち上げる、うんうん、なんていうんですかね、前に置いてなんかソロの音を作るっていうよりかはもうバッキングの歪みの音色とか、まあ、何かと何か組み合わせたりとかもありますけど、その音をレベルだけ持ち上げてソロにするっていう手法を普段よく使っておりますゆえにですね、こういうナチュラル系のブースターを僕は好んで使っております。で、このキャラつまみ、あえて言う今ノーマルモードなんですけど、これオンにして上げていきますと、はい、お分かりになりましたでしょうか。トレブルあたりかな、うん、が疲れる感じになっております。で、これがノーマルで、これもだからここでもうちょっとひどい、この状態でももうちょっと前行ってほしいなってなったら、トレブルがフルで行ったらギュッと上がるのを加味した上で、このこれを1時とか12時過ぎまですると、感じでレベルとともに、まあ、ハイも持ち上がってくれる、まあ、よくあるブースターの感じになるというか、うん、で、これがですね、さっき言ったそのモアモードの方になりますとですね、モアモードの方に決戦し直しました。もうほとんど一緒なんですけど、これをですね、キャラつまみを上げていきますと、お分かりになりましたでしょうか。さっきよりも高い位置、シャキそう、プレゼンスまで行く、いかんけど行くかな、でもハイよりは上かな。さっきのノーマルモードもトレブルっていうよりかは、まあ、ミッドハイみたいな感じなんで、まあ、ノーマルモードで上げていくとミッドハイも一緒に上がっていく。で、モアモードでいくと、まあ、ハイのちょい上、トレブル、いや、トレブルぐらいなんかな。ちょっと上げてみよう。という上か、うん、プレゼンスまでいかへんところが一緒に持ち上がると、うん、なんで、まあそのキャラを、まあ、足していく自分の塩梅に固定して、まあ、レベルはお好みで、はい、で、ノーマルの時よりモアの方が、まあ、モア高い待機が使われるという、うん、そんなモアやと、うん、まあ、ノーマルだったら、まあ、ほぼミッドハイつまみ、うん、モアモードに行くとトレブルちょい上、プレゼンスリア下ですよ、つまみみたいな、うん、に、まあ、キャラが変わると。で、まあ、これお好みなんですけど、まあ、僕はちなみになんですが、モアモードで、うん、10時ぐらい、ちょっと言うと、つまみゼロ、うん、っていうのをですね、その時のアンプの感じで、うん、ちょっとここを上げたり戻したりしてたんで、調整、はい、ほぼモアモードで使ってました、うん、まあ、僕はだからモアでゼロか、まあ、9時から10時の間で、まあ、ちょい月ぐらいでソロで弾いておりました、うん、はい、
というわけで今回もですね、なんかあのちょっと、僕普段これを講談でブーストしてるんで、まあ、手前でなんかエフェクターで歪ましてですね、これでブーストしてしなかったりっていうのをちょっとボケながら聞いていただきたいと思います。では聞いてください。どうぞ。ちゃうんで、あのあれなんですけど、あの高段に置く場合、あのさっきのレコーディングした音源のところで画像をいつもセッティングを務め貼ってるんですけど、僕いつも9時とか10時ぐらいなんですね、うんうん、そんなんでブーストできるのと思うかもしれないですけど、高段に入れる場合はこれだけでも十分あれぐらい上がるんで、前段の場合はもうほんまにフルテンぐらいいかんと効果ないんですけど、高段に入れると手前で作った音色を変えられへん代わりにあんまり、レベルだけ持ち上げるんで、これぐらいでも全然バーンと持ち上がるんで、まあ、ここはもう好みなんで、そしてソロの音も別の音色として捉えたいのか、今作ってる音をそのままレベル上げて DJ のタイムだけで直してソロにしたいんかっていう、もう好みの違いというか手法の違いになりますので、まあ今ね、高段に置いてる人も前段に置いてる人も、まあ、そんな感じなのかっていうのが、もし試したことないんであれば、手持ちのブースターで試してみるのもありですし、まあ今はこういうね、ブースターとして売ってるこういうちっちゃいやつとかもあるんで、まあどうしたいかで、ね、何が選ぶか、まあこれも試すしかないんで、僕みたいにこのちっちゃい筐体縛りで探すとかちょっと難しいかもしれないですけど、まあでも今はもうね、ブースターってメールって売ってくれてるから、探しやすいと思うんで、楽器持って、ウェーっと楽器振り出して、いろいろ試していただければと思います。というわけで今回はですね、サンフィッシュオーディオのクリーンブースタームーンビームご紹介しました。また次の動画でお会いしましょう。エントランスオブザフォレストでした。ありがとうございました。さあ、バイバイ。